何ですかこれは、煙をどんどん吸ってるじゃないですか。これはハウスダストや花粉がたまりやすい床上30センチを全方位360度から吸い込む空気清浄機です。360度、部屋のどこにでも置けるじゃないですか。30センチっていうと赤ちゃんとかペットの高さですよね。勢いよく吸い込んでるのに音がすごく静かですね。二重反転プロペラで本体にかかるカウンタートルクを相殺できるので効率が向上しているんです。ちょっとなんだかよくわかんないですけど、すごい仕組みっていうことですね。静音モードにするともっと静かなんじゃないですかね。寝てる時でも大丈夫ですね。ウイルスやカビ、花粉、ハウスダストの対策で24時間365日稼働することをお勧めします。空気の汚れって目に見えないからまあいいかなって思っちゃうんですけど、やっぱり綺麗にした方がいいんですかね。目に見えないからこそ気をつけた方がいいんです。綺麗な空気は健康の土台になります。健康の土台、それが確かに一番大事かもしれませんね。了解です。こちらの商品名を教えてください。実はですね、高性能のフィルターを4面に配置をしていて、マンション6階建て相当の長さがあるんですよ。そんなに長いフィルターが詰まってるんですか。フィルターもすごいですが、今回も商品名は教えてもらえませんでした。